Thank you.
けどね、本来あのマスク外さないといけないんですけど、皆さんにお聞きして申し訳ないです。で、まあ、声もこんな声で、普段はね、あのウイスが初めて飲んでるので今日は、まあ、カラスがコールタルのような声になりました、ね、申し訳ないので、ちょっとしばらくお越しに申し訳ない。じゃあ続きなんですけども、今度はね、8チャンネルの関西テレビの、よいどんという朝の番組あのがございますね、まあ、見てらっしゃる方もね、おられると思います。そのテーマ曲です。あの映画、古い映画曲なんです。日曜はダメよという、昔の映画のテーマ曲です。それがあの今の、よいどんのテーマ曲になってます。かわいそうな思いなんですけども、昔あの
世界大戦の、まあ、戦争の悲劇をね、物語った、映画でございました。このひまわり、まあ、ウクライナよくこうニュースで出てきますので、国旗はご存知かなと思うんです。国の旗ね、上が青で下が黄色、2色のね、上は青い青空を表現してます。下は、小麦の黄色、あるいはひまわりの黄色というのを言われております。でそのままウクライナが舞台になった、映画ひまわりという映画でございます。今日はサウンドトラック版で見せたいと思います。青春時代ね、生バンドで歌っていただきます。